町地域おこし協力隊の前川茜です。今日はですね、竹やぶを持ってるお方のお家に竹やぶを置かれた個人の方が所有している竹やぶにご招待いただきまして、竹の子掘りをしましょう、イエーイっていうお休みです。人生初の竹の子掘りでございます。今日は本当に個人の方の所有のところなので、くれぐれもどっか適当なところで掘ったりとかはしないでください。はい、あ、出てるよ出てる出すぎとるね。どのぐらいのやつを狙ってったらいいんですか。先生お願いします。はい、みんな、はい、みんな、はい、皆さん集まって、はい、こんくらいの出とるぐらいまで、これくらい掘って、うん、竹の子ってね、まっすぐに見えるんやけど、うん、ちょっと曲がってます。曲がっとる側のこっち側を掘る、こう入れてこういう風に掘る感じで、うん、おお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 、やばい、失敗した。失敗、え、失敗なの？これ NG でもね。めっちゃやってる、もうだってもうめっちゃやってる。さあ、マイカさんもやってみようか。やるか。周りを掘りまして、もっと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 、意外と硬いんや。よいしょよいしょ、もまだ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 、まだまだよ。あ、なんか悲鳴が。はい、行きます。一番、え、こうでいいんですよね、うん、最初。そうそう、あ、せーの、おい、もっと振り上げて、もっと振り上げて、せーの、え、全然チーンむずい、ちょっと頑張ろう頑張ろう、全然ダメだ私。あ、ダメ、私これいけそうな気がする、これうまくできそうな気がする。せーの、あ、あ、あ、でも深さ良かったのに。見てくださいよこれ、全然ダメ。行ったんじゃない？え？行ったよね、うん、行ったじゃない？あ、ボツボツない。名前書いたじゃん。なかなかうまくいかんわ。上手に撮れた人いる？え、めっちゃ綺麗、すごい、めっちゃ綺麗。見てこの私との違い。ちゃんとまっすぐ、ほんとだ、上手。100点、75点、あ、マジで80点、いや40点あ、なんか結果ぐらいじゃない。やん、かわいい、かわいい、ちっちゃい、はい、収穫したの回収。30分しか経ってない、でもみんなもう疲れた。もう疲れた。今のすごい、ほら、うん、でどこまで、ほらほらほら、すごい、こっから食べられるんだ。でも硬いからこれは、うん、捨てるんだ、もうそこは。でも硬い人、好きな人は取れたてやで茹でたら、うん、食べれるの。はい、どうぞ。で、半分にしてってことか、はいはい、自分の、うん、切りやすいところで、この切れ目入れるってことですよね。こっつー、そうそう、もっとずっとこうね、うん、で最初のうちは3枚ぐらいガッと取って、ガッと取って、うん、その後はずっといったらもう取れるから、うん、取れる、最後のとこいったらずっと回したら、うん、あ、ここまでいったらもう回しても取れる、こうやってで回す、うん、すごい、そこのそこちょっと取って、これ取って、また茹でたら柔らかくなります、うん、え、ありがとう先生、頑張ってちょうだい、はい、頑張ります。ちょっといい竹やな。めっちゃ。そう、頑張ってもうハマっとる。よっしゃ。あ、おった。あ、うまくいったとこだ、一番いいとこなくしたや。
ジュージュー来てますね。いやー、かわいい。すごいな、これでできるんだもんな。知らんけどな。知らんけどな。あ、でも結構もう柔らかい。柔らかい。ガブッと上から上から。よく見て。あ、いい匂いするよ。硬い。そんなにあのえぐみもない。ないない。おいしい。これ醤油かけて食べたり。でもこれ美味しいよ、このままで。美味しい。美味しい。羨ましそうだけど。待ちきれない。美味しい。今頑張ってる。はい、乾杯。ああ、タケノコ掘りの後のビール、うまっ。うまいな。えっちゃんが作ってきてくれた。いい。いくよ。お願いします。はい、せーの。タケノコご飯とチラシ。いくよ。何？あ、間違いないやつ。タケノコ。やったー。ちょっと味濃いかもしれない。最高。ジュース飲む。タケノコゴリ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 。ジュース飲む。ゴロゴロゴロ。ジュース飲むな。うん、誰かが作ったご飯って美味しい。なんでだろうな。ねえ。あ、でも甘いな。焼き芋みたい。いいです。あだす。チラシ、チラシ。飲みすぎたのね。あかんの？うん。ちょっと買った。チラシも甘めのやつなんよ。甘い。ここら辺でも甘い。甘め？甘いかも。そうなんだ。大丈夫。酒のつまみ。めっちゃ。あのもうストックしておきたい家に。タケノコめっちゃ美味しい。米もタケノコもここのやつだよ。えっちゃん、美味しい。